ビーター・タスマ・チェルニスは、リトアニアの詩人である。ジェマイチュー・カルバリアで、彼が撃たれた、現場故郷シャルネレにある彼の墓シャルネレ村の、大家族で生まれ育った。1934年、祖母が80歳で亡くなる。1935年にセダプロギムナジウムを卒業。その後、デルシェイギムナジウムに入学し、在学中に詩を書き始める。1938年、 ビータウタスの父が妻と七人の子供を残して亡くなる。1939年にテルシェイ・ギムナジウムを卒業し、ビータウタス・マグネス大学に入学。そこで、英語学を専攻しつつ、青年文学活動にも関わるようになる。他、1940年にビリニュス大学に転入学して2学期間学んだ後、哲学を専攻。リトアニア研究の授業も取り、 ヴィンチャス・クレベやヴィンチャス・ミーコライティス・イコールプティナスの授業に参加、バリース・スルオガのゼミにも参加した。1943年にナチス当局によってビリニス大学が閉鎖され、マチェルニスは故郷へと戻った。パリのソルボンヌ大学への入学を希望していたことから、故郷でフランス語を学んだ。彼はリトアニア語、ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語、ロシア語、 ラテン語、ギリシャ語の8カ国語に長けていた。1944年10月7日、ジェマイ中カルバリアで移動中に流れ玉に当たり、死没。彼は1936年に諸女作を書き、1944年10月まで執筆を続けた。彼の作品は没語本として出版された。セダニアル・ギムナジウムは現在彼の名を冠して、 セダビータタスマチェルニスギムナジウムと呼ばれている。ありがとうございます。